ケケです。今回はですね、こちらの最低デッキ使ってってことは思います。このデッキなんですけどね、恥ずかしいことながらね、僕は前シーズン対応してたデッキなんですけども、まあ、なんでこのデッキ使ってたかっていうとね、前シーズンなかなかトラゲできてなくてね、最終日にようやく展開に到達して、よし、こっから頑張るぞって。だけど時間ない、やばいっていう時に、まあ、すがりついたデッキが、まあ、このデッキとなっております。まあ、このデッキワンチャン、もうすげえ、スリクラスリクラスリクラってご利用するデッキなんで、ワンチャンあるかなと思ってやったんですけど、全然ダメだったっていう感じですね。で、まあ、このデッキなんですけど、まあ、このユーノの枠、ランバーとかで使われたりしてて、まあ、ランバーだと、よりね、まあ、レイジが、ランバーがやられた後のレイジでモンクフェニックスの強みが生きてきたりだとかするっていう感じかな。まあ、ユーノだと、シンプルに、まあ、突破がしやすくなるって感じですね。まあ、お好みで使い分けてみてください。まあ、使わなくてもいいかな、正直。まあ、前シーズンは、ディガポイとかロイジャイ、あと、スケラとかが強かった印象ですね。このデッキも、まあ、強いは強いんですけども、なんか、ほんと脳筋デッキだから、本物にはやっぱ通用しない感があったっすね。っていう感じのデッキとなっております。まあ、早速使っていこうと思うんですけど、まあ、今日はなんていうかね、まあ、最近どんな動画撮ろうかなって思ってたんでね、みんなになんか撮ってほしい動画とか見たい動画とか聞く動画の回にしようかなと思いましてね。まあ、そう、なんか話しながらやっていこうと思います。一戦目、いきます。まだシーズン始まってレートも低いんでね、まあ、今シーズンは早い段階からね、レート上げしといて、まあ、終盤頑張りたいなって感じですね。まあ、終盤、クラロをたくさんできるね、機会も減っていくと思うんでね、今のうちに頑張っておきたいところではあるんですけども、さあ、いきなりの。さあ、これはキングキッドしたいな。ちょっとここで合ってるよね。合ってる。さあ、ドルネでキングキッドしていって、オッケー。爆破が怖い。まあ、ポンプここでいっか。ディガー入ってそうだよな、バルンなら。大型呪文なさそうなんで、ポンプここ置いていきます。さあ、このデッキはもう主軸も大型呪文もなんもないっていうね。とんでもない。てか、レベル10だ。さあ、これはワンチャンのヒースピで、あーでも、さあ、マスケでしっかりと処理してきましたね。マスケもまあまあ強いな。モンクフェニックス、下放されてこれっすもんね。全然足りてなかったっすよ。お、これはまずい。まあ、ファルチェで一発強いかな。多分一発しか入んないと思うんで、これ、このままでやると。で、左サイド一発入ってるんで、まあ一発なら許容してあげて、さらにポンプ回していく感じになるかな。まあ、このデッキ、まあ、使い方、もうあれもあんまないと思うんですけど、一応ね、その、ポンプを序盤にとにかく溜めまくって、だから序盤にそんなガッて攻める感じのデッキではないです。序盤は、どっちかっていうと、イモって、まあ、ポンプを立てることに専念して、終盤、モンクフェニックスでご利用すって感じかな。モンクフェニックスの強いところって、本当に、めっちゃ固め出ししたら、もう強いじゃないですか、シンプルに。なんですけど、それがなんか、今までのクラロワって固め出しに対してロケットだったりだとかファイボポイズンとかだとかあったんですけど、ポイズンには弱いんですけど、そのロケットとかに対してモンクのスキルを使うと跳ね返すっていうのが、マジでこの固め出しにおいて強すぎてね。こことかも跳ね返していって、オッケー。いや、強っ。控えめに強いです。さあ、ここは、ああ、ユーノだな。ユーノで遠距離系を倒したいが、いやー、いいウィザードっすね、これ。回収されるか。ただ、こっちに引き寄せていって、なかなか処理できない。いやー、ウィザードの範囲攻撃が偉いっすね。もうこんな感じで一本折ったら、もうキングタワーまで見えるデッキですね。ここは、フェニックスとフェニックスで、しっかりと守っていって、メガゴも倒してくれんのかなこれ。やられるか。やられるけど、卵が残ると。さあ、これは文句でタゲ取って、固めていって、いやー強い。マジで強い。全然カホ足りてなかったな。カホ来るんすかね今シーズン中に。来るといいっすね。さあ、ジジ。こんな感じの試合が続いていくんですけど、どういう動画撮ってこうかなと思って。新関係始まってから。まあ、枯渇、フェニックスと文句。うまく合わせてみたデッキ作るとかでもいいし、何かしらあったら見たい動画、コメント欄教えてください。いきます。まあ今回のこの動画はね、まあこのデッキのプレイ見てもあんま参考になんないかなと思うんで、まあ短めにして感じでやっていきます。とりあえず、マジで。あとファルチェがね、普通に強いっすね。で、ファルチェ使う時の注意点なんですけど、ファルチェは文句に対して弱いんですよ。なんですけど、このデッキには一応文句が入ってるんで、ファルチェに対して文句出されたら、その間にね、こっちの文句を挟んであげると、まあ、いい感じに文句同士で跳ね返してくれるんで、難しいな、説明が。一応、しのげます。
って感じかな。さあ、ここはゴブ小屋、珍しいですね。ババ小屋もあんま使われなかったですね、結局。ここは、まあ、一応フェニックスだけ添えといて、ここはミラーまでは行かずに待ちます。まあ、これとかもスキルで跳ね返していって、ポンポン行っていこうかな。いや、これはトルネだな。一旦のトルネでキング起動して、あ、意外とネクロ削られないんだな。いや、スケルトンがいて。ここはファルチェかな。ファルチェが強いよな、なんか。ファルチェ守りづらくなったっすよね、その。飛距離が伸びたから。いや、強い。いいね。さあ、ここはファイボム使ってきたんで、一旦ポンポン置いていって、で、この、小屋小屋も結構ややこしいっすね。さあ、一旦ユーノ出して、よいしょ。小屋小屋に対してどうやって攻めようかな。ファルチェがちょっと、有効打ではありそうだけど、まあ、まずはユーノかな。序盤はユーノで耐える。ユーノで耐えていって、うわぁ。文句出してからの、あ、フェニック。あ、これは、ユニットだけで許容します。ユニットで受けて、もうカウンター、ユニットでフルカウンター。この時主軸カードがないんですよ。ホグとか、ゴレとか。そういうカードがないんで、もう完全に文句フェニックスでゴリ押すしかないんですけど、それが強いっていうね。どういうことっていう感じなんですけど。うわ、今跳ね返んなかったか。あ、ちょっと遅かったかな。さあ、これターゲットが。うわぁ、でも。いいウッドだな。さあ、ここはユーノつついていて、こういう時ユーノだと若干突破しやすくなるよねっていう感じですね。さあ、ここはつついて、卵も復活しない。ただ、これはどうだ？しない。いや、やってることやばいっすよ、正直。自覚はしてるんですけど、やめらんないんだよね、やっぱ。ダッシュ。OK。強い。さあ、これは、あれだな。あんま参考になんなそうだな。ラスト一戦にしよう。ちょっと待って。緊急して、ジジと。フェニックスが強いな、とにかく。あと、文句の組み合わせがね、とんでもないですね。フェニックスやっぱライティングで飛んでいいと思うんですけど。行こうか、とりあえず。さあ、来ました。最近ね、みんなで言う一面。その、ラットさん、ライヒさん、麦と、ちょっと遊んでたんですけど。そう。初めてじゃねえわ。そう、その3人が俺ん家に来たの初めてなんですよ。クラロワ界隈でね、今までグリコだけね、俺の家に遊びに来たことがあったんですけど、その3人がね、ようやく初めて、ケケハウスに上陸したというところでね、新鮮でしたね。さ、ここは、そう、その3人スマブラ普通に強かったんですよ。俺もそんな弱い方ではないんですよ、確実に。強かったんで強くなりたいですね。スマブラってさ、何で強い弱いあんのか分かんないんじゃない？コンボ技とかを、どういうあれをしたら強いのかっていうのを知らないんですよ。それがだいぶ差だなって思ってるんですけど、悔しいです、非常に。さあ、ここは耐えていってからの、ちょっとワンチャンの言うので突破を見る。うわ、走らないか、そこ。ただこれ、フェニックスにたぎってるんで、卵が待機してくれます。OK、これ卵出てくるね。さあ、ここは、いやもうこのさ、タワー前でフェニックスに張り付かれた時のダメージやばいっすね。うやっつい。さあ、ポンプ置いていって、まあ、とにかくポンプでエリア取っていって、文句フェニックスって感じかな。で、文句とフェニックスが、まあ、なんだろう、弱点がほんとあんまないんですよね。その2枚をうまく守れるカードが、ほんとあんまなくて、やっぱフェニックスとかって近距離で空で移動速度ゆっくりだから、基本的に遠距離攻撃に弱いんですよ。マスケとか。で、その弱点を文句が埋めちゃってるから、もう最強すぎる。で、呪文にも強いじゃないですか、文句いると。ってことは、マジで最強なんですよね、この2枚の組み合わせ。どうしたらいいんですかね。ここはペッカ。ペッカの受けはないんですけど、まあ、フェニックスがペッカに強いのと、あと文句でしっかり跳ね返せば、対応できるんじゃないかなと思います。ここもね、まあ、トルネ使ってマジアチャ処理でいいかな。
で、ここフェニックス出して、あ、こういうスタン系には、ちょっと今もったいないスキルだったかもしれないんですけど、スタン系には、その、文句のカウンターが通用しないというところでね。だから今、ライドラとか、そういう、まあエレキも、エレキはどうだろう、エレキ微妙だけど、ザッピーとか、そこら辺の株が上昇してますね。さあ、ここら辺はもうバサバサしてあげてと、よいしょ。かわいい鳥だ。OK! ジジですね、というところで、まあこの調子でね、まあどんどんレート上げ頑張っていきつつ、今シーズンはやっていきたいと思います。ということで、今日の動画終わります。なんか見てみたい動画があったら、よかったらコメント欄お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ!